山本周五郎。西南、日本丸。一の一。どうしたんだ日は原の五神木へ天狗が止まってるとよ。天狗じゃねえ、大蛇だそうだ。に竜だという話だぜ。何にしても、行ってみろ。小二年3月12日、ちょうど桜の真っ盛りで、 上野山内は、お見返すような群衆だったが、妙な噂が口から口へ伝わると、まるで波を打つように、御本望の方へと走り出した。大江戸上野の東永山寛永寺は、今日の比叡山延暦寺と同様、江戸城鎮護の霊場として、徳川三代の英君家光の世に、次元大師、 すなわち、南高部を展開によって想像されたものである。何しろ、代々一文方針の雑誌として建て祭ったほどの格式だから、一山の異性は素晴らしいものだった。もっとも、年何回と決まって、将軍家が三詣に入山するし、五三家五三家をはじめ、歴々の大名たちも信仰を厚く建て祭っていたからで、 三内所生の近海も想像以上に厳重であった。ところが、その寒栄寺の真ん中で、江戸開封この方、かつてない大事件が突発したのである。事の起こりはこうだ。その日は、キー・ダイナゴン・ヨリノ教のご息女、ネネ姫君のご参拳があるので、三内は朝から物々しい警戒が行われていたが、 昼下がりおよそ三時と思われる頃、姫君の行列がご本坊へ入ってしばらくすると、日な原のご神木のあたりがにわかにざわむき始め、花見の群衆がなだれのように寄り集まってきた。ご神木というのは、原の北寄りにある大きな二本の杉で、これは一名、絡みの杉とも言われ、高さ二十八畳。 目当たりの周囲が二十七尺もある巨木で、小杖へ登れば塔が見えるとまで言われていた。そのご神木を取り巻いて、わふわと呪しり騒いでいる群衆の中には、三内見回りの役人たちも混じっていて、上を仰ぎながらしきりに。おい、バカな真似をするな。降りて来い。ご神木をなんと心得る。 言うことを聞かぬと、縛り首だぞ、と、口々に叫んでいた。樹上およそ百尺ばかりの高さ、南へ張った枝の上に、奇怪な人物が腰をかけていた。着ているのは十七八の娘の着物で、黒髪を背に垂れ、顔には大きな天狗の面をかぶっている。これが噂のもとらしい。役人たちが叫ぶたびに、 面の中にこもった妙な声で、帳場を投げつける。ふふん。貴様たちコッパ役人が、何万寄って脅しても無駄だ。早く聖寛地の信号を呼んで来い。信号が来て頼めば降りてやるが、そうでない限り、一寸も動かぬぞ。まだあんなことをぬかしおる。役人は下打ちをして、そんなくだらぬことを言わずに降りろ。 生漢寺様といえば、ご千国のお旗本を、その若様に来て頼めなんて気違いざただ。へっ、五千石の旗本だろうが何だろうが、慎吾さんはあたいの友達さ。今日はお花見でこの山内へ来ていらっしゃるの、ちゃんと知っているんだ。まごまごしないで、早く慎吾さんを呼んでくるがいい。その方が、はやって回しだよ。大きなことを申すな。 いつまで世話を焼かせていると、東屋にかけて怒らすぞ。面白いね。やってごらん。ご神木を散れ洗ったら、さぞ役目の手柄になるだろう。始末に追いぬつだ。この間にも群衆は増えるばかり。その中には、ご本望へ姫君を送って、友待ちをしていた、紀州家の友侍も混じっていた。何しろ、登山にとって由緒の深いご神木へ。 天狗の面をかぶった奇怪なものが登っているのだから、物見高い人々が騒ぐのも無理はない。役人たちもご神木だけに登って引き下ろすというわけにもいかず、手を焼いていた。すると間もなく、揺れ返る群衆を押し分けながら、一人の美女部が近寄ってきた。おい、見ろ、そういう感じの若さまだぜ。本当だ。 いよいよ現れたな。面白くなってきたぞ。おい、聖漢寺の暴れ若様がご出馬だ。人々が口々に囁くのを後ろ目に、若侍は悠然とご神木の下へ歩み寄った。聖漢寺の暴れ若様、年齢は二十六歳。旗本五千三百国聖漢寺行恵の次男で慎吾という。 剣は一刀流に達し、弓は巻き刃創術牙にも抜群の腕がある。また、幼い頃から文学を好み、特にオランダ語やスペイン語、ポルトガル語などを学んで、海外文明の紹介に努めていたが、寛永11年、鎖国令が敷かれて、幼書研究のこともまた現金された結果、慎吾はすっかり世をすねて、筆も剣も投げ出し、 派手な風俗に身をやつして姿勢に現れ、酒と喧嘩なら見ずに買うという一個の建物になってしまった。何しろ腕ができて素晴らしい美男で、旗本五千石の次男と来ているから、江戸っ子の評判は大したもので。聖漢寺の若様が通る。といえば、裏棚の女房まで飛び出して見に来るという、それほどの人気だった。 一の二。さて、悠々とご神木のそばへ近寄った聖漢寺信吾は、輝くような大舞台をあげて、信吾に用があるというその方は誰だ、と叫んだ。群衆は鳴りを潜めて、この珍しい組み合わせがどう発展するか、好奇の目を光らせながら見守っている。樹上の怪人は信吾を見ると身を踊らせながら、 はうれしい。信吾さん、とうとう来たわね。さっきから待ちかねていたんだ。破体がわからないのその具には聞き覚えがある。なかったら不思議だわ。そら、あたしよ。ぱっと、天狗の面を取る。色の白い眉の濃い、端こそ舐めをした美しい少女の顔が、下を見てにっこりと笑った。お、ほりゃ。 恋たちのおきぬじゃないか。そうだ、浅草寺の悪たれ娘だ。ほきぬだ、ほきぬだ。恋たちのおきぬだ。わっと、群衆はどよめき立った。恋たちのおきぬとは、浅草寺境内に小屋掛けしている軽業師の娘で、その美しい気量と水際だったゲート、そしてそれに輪をかけたようないたずら好きとで有名だった。 このお絹がどういうわけか、この半年余り、絶えず生漢字信号を付け回しているのだ。お集まりの皆さん。お絹は、いたずらそうに呼びかけた。商売からの舞妓城、わざわざお詰めかけくだすってありがとうございます。これから皆さんもご存知のお旗本、五千石歴歴の若様に、軽わ使いのこのお絹が、頼むと言って頭を下げさせて、 ご覧に入れましょう。遠いお方は、ずっと前へお進みなさい。ただいま、始まり始まり。失礼ながら、ご存知のものでございますか見回り役人が、信五のそばへ来ていった。あの通り、ご神木へ登り、ご記連が来て頼まぬ限り、一寸も降りぬと祝っております。ご承知かもしれませんが、ただいま、紀州家の姫君が、 ご本望におわす折から、この騒ぎで役目上、誠に困惑をつかまつる。なんとか、穏やかに寄りるよう、お計らいが願いますまいか。つまらぬことをするやつだ。シ吾は苦笑して。別に知っているわけではないが、半年ほど前に、浅草の影小屋へ軽技を見に参った折、高い綱の上で芸をしている様子が、いかにも高慢で人もなげだったから。 遠当ての気合でしくじらせたことがある。酔ってもいたし、ほんの気まぐれにしたのだが、それ以来拙者をつけまわして、何かと悪さをしておるのだ。なんとか、降りるように言っていただきたいが。信吾はじっと、樹情を見上げた。沖野は勝ち誇ったように、下を覗きながら。さあ、信吾さん。どうか降りてくれって、頭を下げてお頼みなさい。 あなただって、友達のお絹を、いつまでご親睦の晒し者にしておきたくはないでしょう。当時、江戸一番と評判の信吾さんが、軽技娘に頭を下げて頼むというのも、ちょいとすな格好じゃありませんかご見物の皆さんが、お待ちかねですよ。東西、東西。お絹の言葉がまだ終わらぬうち、信吾の体が左へ貧俗に動いたと思うと、 低い気合の声とともに、さっと右手が空を切った。勝ち誇っている相手の胸、寸分も逃さず、ついた呼吸。幹へかけていた娘の右手、風を切って飛んだつぶ手が発しと当たる。あっぐらっと、お絹の体が揺れた。黒山のような群衆が、思わず息を飲む刹那。お絹は枝から足を踏み外して落ちた。 やったやったおお、群衆の悲鳴の中を落ちてきた沖縄は、見事に宙でトンボを切ったと思うと、地上十五尺余りの大枝へ、くるりと身を返しながらすがりついた。わ天下一品沖縄の大出来に、やんややんや。後ろのように湧き上がる歓声の中を、ンゴは微笑しながら近寄っていって、 少し手荒だったが、勘弁しろ。という。おきぬはその声を聞くとともに、ひらりと信号の前へ飛び降りたが、どうしたことか、一瞬前の気色はうせて、耳たぼまで赤くしながら。ごめんなさい。これには死災が。とかすかな声で言いかける。ところへ、見回り役人たちがやってきて。この、無法物め不届きな奴だ。 番書へ来い、馬鹿者。わめきながら突き飛ばそうとする。信吾は素早くおきのを背にかばって、待て待て、これは拙者が引き下ろした娘だ。貴公らの勝手にはさせぬぞ。それは失礼ながら迷惑つかまつる。こやつはご神木をけがした上え、ご三内を騒がした大罪人。我々役目としてどうでも受け取らねばなりません。馬鹿を言え、 気候らの手で捕らえたものなら格別。拙者が引き下ろした以上、拙者が始末をつけるのは当然。それとも、立って受け取るというなら、腕づくで来るか一の三大剣のつばむをぐっとつかみながら、信吾の片手はおきるの方へ動いていた。逃げろ、という合図である。富田刹那。 さあま見ろ、わさびおろしめ。叫びざま、おきぬの姿は群衆の中へあだ名そっくり、いたちのように潜り込んでいた。おう、逃げた。やるな。おうとする前へ、信号がぬっと立ちふさがったと思うと、先に立った役人の一人が、どこをどうしたか、横様に点灯する。同時に次の一人は、ひばらを当てられて、埋めきながらのべり飛んだ。 残った三人は逆上したか、いきなり抜刀して切りつけようとする。途端に。待て待て、場所柄を忘れたかと叫びながら三人の武士が人垣を押し分けて現れた。見ると驚いた。大目付、新見無前の神と、よりき二名である。見回り役人たちもこれにはどう失って、抜いた刀のやり場に困っている。 無前の神はその方に構わず。そのもとは、聖漢寺殿のご子息だな。さよ、役目として申し入れる。ご堂々なされ。言うと同時に、二名のよりきはさっと信吾の左右を詰めた。信吾は、にやっと笑って。いかにも、音もつかまつろう。ご神妙だ。無前の神は、山役人の方へ向いて。 老崎者は、大目付、新見無禅の神が預かる。歴歴の人ではあり、おのおの役目とはすい違い。意義はあるまいのほう、いかようとも、吉に。ご本望には、紀州様姫君がお当たりである。くれぐれも、過ちのないように。さらば、無禅の神はそう言うと、信号を促して、その場を立ち去った。 関英寺始まって以来の大事件というのは、しかし、この御神木騒ぎではない。この騒ぎの真っ最中に、まるで、その土作さを待ち受けていたようにして、別の場所で起こっていたのだ。それはこうである。前にも記した通り、奇襲家の友侍たちも、お絹の騒ぎにつられて、ひなが原へ来ていたが、騒ぎも静まったので、 あててご本へ戻った。この日はおしろみという略式で主だったものとしては奥家老市川大膳が一人だけあとは友女中そばつかえめはしためなどが多く友侍たちは役つき始め十五人しかいなかったご期間は四時ということであったが友侍たちがご本坊へ戻ってから半時ほどしてもお下がりがない そこで薬草へ伺うと、一旦奥へ入っていったが、慌てて戻ってきて、姫君には、もはや、ご退出遊ばされました。ということであった。そんなはずはない。我々は表の、ひなが原にいたのだし、お乗り物も、この通りあるがいや、それが、ご別店の方から、お拾いでいらせられたと申します。それは一大事。 みんな青くなった。して、市川殿にはご一緒かそうそれは。薬草は再び奥へ走っていったが、今度こそ顔色を変えて戻った。一大事にござる。ご家老様は控えの間に押し込められておりましたそうで、ただいまそれを発見。気絶をなすっているので、医者を。ごめん。というと、友頭の者二人は薬草を先に立てて、 奥へ走っていった。市川大前は、医師の手当てで蘇生したが、老年ではあり、誰のために当て見送ったか知らなかった。他の部屋には、はしたや、友女中の多くが残っていた。しかし、姫君と、おそば使い目のうち、老女八代、女中小波、幸恵、扶養の余命の姿は、全く見えないのである。 ねね姫は、よりのぶの三女で、年齢は十八。要望の美しいことは今日まで聞こえているが、男勝りの性質で、幼い頃からなぎなたや剣術を好み、機境、振る舞いも荒々しく、うっかりすると一人馬を引き出して、遠乗りに出たりするという、実に思い切った気性を持っていた。今日のこともおそらく、そんないたずら心で、 うるさい大前に当て身をくれた上、お気に入りの女中四名だけ連れて、町見物でもしながら帰られたのであろう。とにかく、急いで帰ろう。大前は走行として立つ。渡部、その方は町方へ行って、密つに外長の警戒を頼んでくれ。拙者は先にお屋敷へ帰っているから。そう命じた上、友をまとめて帰った。 しかし、姫は、帰還していなかった。まさに一大地である。奥へは内密のまま、あらゆる手配りをして捜査にかかったが、その夜侵攻に至っても、ついに姫の姿を発見することができなかったのである。機械なる事件、徳川御三家の言う、紀伊大イ言の姫君が、関永寺御本坊から、四名の次女と共に、 煙のように消えたのだ。しかも、その大事件は、御神木の騒ぎを巧みに利用して行われた形跡がある。果たして、恋たちの起きぬの気候と姫の失踪とは、何かつながりを持っているのであろうか。1-4 山を降りた新見武前の神は、国門の外に待たせてあった籠のそばへ来ると。これへ召され。と言った。武前殿のお乗り物ですな。信号はにっこり笑って。お言葉ですからいただきましょう。しかし、どこへ連れて行かれます。大目付お役たくならよろしいが、親父のところはごめんですよ。その元の指図は受けぬ。早くいたせ。では、ごめん。 シンゴは悠々とカゴに乗った。いよいよ来たな。カゴに揺られながら、シンゴは腕組みをして目を閉じた。思えば、随分と哀れたものである。鎖国令が出るまでは、海外の書籍を読破しながら、その優れた科学、思想、制度、あらゆる文化を日本に移し、幕府をして、画期的な大改革を行わしめて、島国、 日本の殻を打ち破ろうという大野心を持っていたが、幕府の政策は逆転して、鎖国一途に決したばかりでなく、オランダ、シナを除くあらゆる国と功を断ち、洋書を読むことすら国禁という始末になった。慎吾は生涯の希望を断たれて絶望し、幕府の玩具を呪うとともに、若さから来る決起の自暴自棄それ以来、 家を外に出歩いて、町やっこと喧嘩もした、酒も飲んだ、禁じられている盛り場へも、大手を振って出入りをした。武士がなんだ、すでに百年太平の世の中ではないか。偉そうに刀を刺して威張っても、もう用なしのデくのぼ。いっそ町人になって、浄瑠璃でも語る方が人間らしいぞ。そう言って押し回ってきた。それがついに、今日の、 大目付の乗り出しである。閉めた閉めた。感動か悪く言っても爪腹を切れば済むだろう。こんなつまらぬ世間なら、早くおいたまのでるのが幸せだ。平然と微笑していた。籠は市販時あまりも黙って進んだが、いつか往来の騒ぎも聞こえなくなり、戸口から漏れる光も黄昏の色が濃くなって、どうやら、 やしき町へ入ったらしい。それからさらに四半時あまり、坂を上り、また下り、無言のまま揺れていったが、やがてぴったりと止まると、向こうから人の走ってくる足音が聞こえ。ご苦労にござる。確かに連れては行った。ちょうど、お持ち金のところ、ようこそ。では、お渡し申す。そんなことをひそひそと囁いている。大目付役宅にしては、 様子が変だと思っていると、籠は再び静かに動き出して、どうやら大きな屋敷の中へ入ったらしい。妙なことになったぞ。表向きにしては、聖漢寺の仮名に傷がつくというので、人知れず切腹という段取りか。それもよかろう。もう腹が決まっているから、任せきった気持ちでするままにさせている。そのうちに籠がトンと降りると、 外から戸が開いて、お立ち入れください。とい。う。信吾は大剣を右手に、ゆっくりと顔から出た。すでに暮れた夕闇の中に、無前の神もよりきもいず、見慣れる武士が迎えている。ご案内申す。こちらへ。と、相手は会釈し,しながら先へ立った。顔の降りたところは、中庭の木戸口らしい。ついて入ると、 広々とした立派な庭で潜水、月山から植え込みの具合。その向こうに破風作りの素晴らしい御殿が見える。どう安く踏んでも十万石や二十万石の屋敷ではない。はて、ますます変だぞ。信吾がすっかり面食らっていると、地範を回って御殿の方へ回ろうとした刹那。 右手の薪の茂みから突然。えい裂けるような気合とともに、さっと槍をつけたものがある。とっさに体を開いた信号。何者だ何のれと、叫ぶ。同時に右手の夕闇を塗って、バラバラとしごめ。いずれも白人をひらめかして詰め寄った。信号は片手で大剣のもとを掴み、体を浮かせて八方へ目を配っていたが。何のれ 騙し打ちとは卑怯であろう。えい叩きつけるような絶叫。さっと人影が入り乱れ、白人が夕闇を切って飛んだ。激しい呼吸と体を打ち合う音に続いて、池へ落ち込む凄まじい水音がした。と、不意に。待て待て。それまででよろしい。という声が、間近でしたと思うと、今まで袖で隠していたか、次女二人に。 ぼんぼりの明かりを持たせながら、しずしずと近寄ってきた人物がある。声と同時に取り詰めた人数はさっと引く。信号はまだ大剣の塚に手をかけたままであったが、近寄ってきた人物を一目見るなり、あっと言ってそこへひれ伏した。よりのぶじゃ、覚えておるかはは、久しい対面じゃのう。信号は脇の下に。 冷や汗を感じた。意外にも相手はキー・ダイナゴン・ヨリノブ教。シンゴにはエボシ親で、顔こそ忘れないが、全く思いがけない目通りである。ヨリノブは微笑して。あっぱれな手の内。その方ならばと思ったヨリノブの目に狂いがなくて頂上じゃ。実は、降り入って頼むことがあるで、こうして無前に連れてきてもらったのだが。まあ参れ。母。 遠慮は無用。世に、ついて参れ。頼信はそう言ってかかとを返す。信吾も衣服の塵を払って、小腰をかがめながら、その後に従っていった。一の子。三月十二日は、こうしてくれた。あくれば十三日、厳日のうちに、江戸中の町方役人が、総動員で、岸受姫君の行方を探索しているとき、 一方では、ひどく景気のいい噂が街を賑わしていた。芝新仙座に、無神流死難で犬塚愚徳祭という剣術道場がある。そこで数日前から、こんな張り札を出した。国。西国某大藩において、道林お取り立てのお示しにより、剣道師範役を求められる女。 死亡の者は、当道場に申し入れらるべし、新地五百国なり。慶安の小説事件この方、浪人者は目の仇にされて、ほとんど職に植える連中が群れていた時だけに、この張り紙は素晴らしい話題を提供した。何しろ、浪人を取り立てというのがありがたいし、この太平の世に新地五百国とは、 夢のような話だから噂はそれからそれへと伝わって犬塚道場は押しかけてくる浪人たちのために毎日身動きもならぬ混雑を呈していた。かくて今日は13日いよいよ最後の決定をするというので今まで勝ち抜いてきた者ばかり35名が昼下がりから犬塚道場に集まって試合をしていた。 この人々はいずれも二十五歳から三十歳止まりの決起盛んで、不思議に不を祭祀のない者が揃っていた。したがってその試合ぶりも凄まじく、五百国新地を狙ってみんな殺気立っていた。まだ、すめんすご手の時代だから、袋地内でも激しい立ち合いになると怪我をするが、冗談に控えた愚徳祭が、 勝負の判定を巧みにするので、別に怪我人もなく順調に進み、日没頃には勝ち抜き二人の最後の勝負になった。すると、愚徳祭は急にその立ち合いを止めて、今日は意外に時を費やしたため、各日暮れに及んでは十分の試合もできまいと思う。よって最後の一番は、 る早朝におよすことにいたす」と一座を見回しながら「いずれもご苦労でござった。別室にいささか思考の用意をいたしたゆえご一同心置きなく召し上がっていただきたい」そう言って立とうとしたとき「あいやしばらく大いにわめきながら土場へ入ってきたものがある」見ると 生漢字慎吾だ。酔っているらしく、色白の方からまぶたまでぽっと桜色に染まり、着流しのまま道場の真ん中へ大股にふんごんだと思うと、表から入できたらしい例の張り札をポンと投げ出しながら。この張り札を見て推算した。武術に昼夜の別はないはず、遅ればせながら立って試合を処簉する。誰からと言わずかかってこられ。い。 来る者がなければ気の毒だが、新地五百国は拙者がもらうぞ。傍若無人に一座を見回した。さあ、誰が来ないが。拙者が、お相手しよう。貫くしとばかり、勝ち残った二人のうち、佐伯・クランドという一人が、黒地内を取って完全と立ち上がった。愚徳祭もあえて止めなかったし、他の一同も、今日を催して見守った。 拙者は老子、佐伯クランド。老人、聖漢寺慎吾。いざ。素早く、袋地内を取った慎吾。別に支度もせず、無造作に身構えをする。クランドは、その人もなげな態度に土器を発して、この時間、人ひしに、と、静眼につけながら呼吸を測った。見ると、慎吾の体は隙だらけである。よし。 とばかり有役。えいっ。クランドの絶叫。ダダッと愉快たがんだだっと床板が鳴る。せつな、シンゴは右へ体を開いて立ち。クランドはつぶてのように飲めって言ってどうと倒れた。おい、お次。まるで勝負にならない。見るより別の一人。橋本優作が奮然と立った。おい手つかまつる。どうし、橋本優作。さあさあ、お早く。 シンゴは片手で袋地内を持て遊びながら笑っている。いかにも相手を馬鹿にした態度だ。優作は流行る心を沈めながら、いざーと油断なく上端に構えた。これは最後の試合にとっておきの手で上段からいきなり坂道を切って落とす秘術。一刀流の岩石砕きに彼自身の工夫を加えた独特のものだった。シンゴは相変わらず、 袋地内をまっすぐに伸ばし、水岩をうっとりとさせながら棒立ちになっている。発砲破れと言いたいが、まるで構えにも何にもなっていない。えい、いやあ。優作は次第にいらってきた。信号は依然として、いちごも発しない。と<う>、どんな呼吸を掴んだか、優作は身をひるがえらせて、えい、だっと逆道へ打ち下ろす。 火の出るような一撃をどうかわしたか、信吾の体がわずかに左へ沈んだと見ると、やっと一声。優作の袋地内は、活戦と床へ叩き落とされ、体はマリのように二三軒先へ転倒した。見えた。あっぱれ。具徳祭は思わず、席を立って叫んだ。 一の六。お集まりの方々には失礼ながら、青漢十字の腕前抜群でござる。しかし、このまま推挙をいたすも不公平。改めて他にも試合お望みの陣があろうも知れぬ。よって、先ほども申した通り、最後の決定は明日に至つ。具徳祭は取りなすように一度を見回して。いずれも互角いなく、 どうぞ、奥へお越しくだされい。拙者の寸死として、ご指向を参ろう。聖寛十字もどうぞ。それは片付けないな。信吾は微笑して。では、おのおの、主人のご講師に預かろうではないか。今までは剣術試合、これからは酒合戦と参ろう。はははは。無遠慮に笑いながら、先に立って、ずかずかと奥へ入ってい 奥の広間には食台を連ね、すでに趣向の用意ができていた。いずれも長い老人暮らしで、酒などは薬にも飲めなかった連中だから、たちまち一座は賑やかになって、五百国が不意になっても、埋め合わせはつくとばかり、活気だって酒月をあげ始めた。具徳祭は信吾のそばへ座って、手塚から尺をしながら。実に見事なお手打ち。 近頃よき勉強にあいなったが、ご流儀は何でござるか不思議な手さばき、とんと検討がつきかねる。ははは。何、我流でござるよ。今日まで、いずれのご家中に。申し上げるほどの身分ではござらん。次男坊の冷や飯くらいであったが、ちと悪さが過ぎて、感動されたというわけです。つまり、天外孤独でござる。自由を吹き、 若いうちは、そのくらいの元気がなくてはいけません。さ、お重ねなさい。せ来縁い、遠ということを知らぬ方です。いくらでもちょうだいつかまつる。ぐいぐいと煽りつける。この間に、久方ぶりの地層で、たらふくやっていた連中が、さすがに酔いを走したと見えて、彼方に二人、こなたに三人、ぐたりぐたり、酔い倒れていき、およそ四時間ほどもすると、 一座に起き上がっている者は一人もなく、さすがの信吾も目を朦朧とさせていたが、やがて口のあたりに唾を垂らしながら、崩れるようにそこへ倒れ伏してしまった。三十六人、完全に伸びてしまった。その様子をじろりと見回した具徳祭。ふふふ。薬が効いたな。怪しく笑いながら静かに立つ。 新中五百国につられて、しびれ薬とは気がつくまい。西国のある大半、お召しがえの夢が、明日になったらどう覚めるか。ま、今宵一夜は、ゆっくりと眠るがよい。謎のような弦をつぶやきながら、すっと襖の彼方へ消えていった。愚徳祭は何を企むや。 新地五百国の死難役というのは嘘だったのか三十六人を痺れ薬で倒したのは何のためか哀れ一代の創始聖漢寺慎吾は果たして何も知らずに麻薬の虜となったのであろうか犬塚道場でこんな事件が行われたのとほとんど時を同じをして、浅草川を下る四丁路の早船が一層あった。 型の良い心臓線で、旋風を腕利きらしく、矢のような速さで川を下っていく。そのへさきの船明かりのそばにかがんでいる黒い人影は、頭巾こそかぶっているが、どうやら女らしい。右手にかしの稽古なぎなたを持って、彫像のように前方を見張っている姿が、船明かりのほのかな光にくっきりと描き出されていた。 ちょうど、新川口へ差し掛かった時である。右手の岸には船番所があって、高校と高張を駆け連ね、番主たちが物々しく水面を見張っていたが、この早船を見つけると同時に、ねえ、待てと声をかけた。しかし、早船は、どの手を緩めもせず、つー、つーと番所の前を過ぎていく。 待て、待たるか。怪しい奴、逃がすなおええー。口々にわめきながら、万師たちは素早く、三艘の小舟へ乗ると、例の船を追って、必死に漕ぎ出していった。船番所の船といえば、早いことにおいて有名である。ところが、相手の速力は、まるで段違いだった。みるみる引き離されていくから、先頭の船に乗った番頭は、 持っていた銃を取り上げて。止まれ怒らすぞと、叫びざま、早船を狙って引き金を引いた。ダン。水面を震わす銃声とともに、凄まじい火花が飛ぶ。しかし、相手は平然として、止まる様子もない。脅し打ちも無駄だと見た番頭は、玉込して差し出す控えの銃を取ると、先風の一人を狙って二発目を放った。 ダン重厚をほとばしる火花。耳をつんざく銃声。それとともに、早船の船舶の一人が、悲鳴を上げながら水中へ転落した。閉めた急げ番頭の声に、追手は誘約してこぎ寄せる。一人を失った早船は、速度を失って、へさきをぐらりと右へ傾けた。追手の船は、十軒、九軒、八軒と、間を縮めていく。